女優のファン・ソク・ジョンが49歳でマッスルクイーン大会に挑戦した感想を公開した。26日、ソウル・テチホラの繊維センターイベントホールで開かれたイエスキンスポーヒット大会は女優ファン・ソク・ジョンの出場で多くの関心を集めた。この日の大会では男性のフィジークと女性のビキニ、男女スポーツモデルなど、従来の種目に新設されたフィットモデル、ノービスカテゴリまで行われた。最も多くの関心は、やはり49歳の年齢でマッスルクイーンに挑戦する女優ファン・ソク・ジョンに注がれた。多くの観衆の掛け声を浴びて登場したファン・ソク・ジョンは、キャリアの長い女優らしく自信に満ち溢れた姿で舞台を掌握した。現場ではインタビューを通じて数回にわたって感謝の気持ちを伝えたことのある女優チェウンジュとヤン・チスン館長はもちろん、ホン・ソク・チョンとメヒュンゴ・キム・ジホなども応援に乗り出した。ビキニ、ノービスとフィットモデル種目に出場したファン・ソク・ジョンは入賞には届かなかったが、体がとても痛くて運動を始めたが、スポーヒットは私の体をきちんと見られるようにしてくれたありがたい大会と感想を伝えた。これまで多くのメディアの関心を受けたファン・ソク・ジョンは大会出場を通じて、大変な状況にある人々に希望を与えたいと明らかにしている。ファン・ソク・ジョンは現場インタビューでしんどい方たち、大変な方たちがすべて立ち払うことができるように、皆さん自分できっかけを作ってスポーヒット大会に出てみられるといいと挑戦する姿勢が美しいということを自ら証明した。ショーミーザマネー6や高等ラッパーになどに出演したラッパーのハソンを、SNS に掲載してすぐに削除した写真がカップル写真なのではないかと話題に。アイラブ元メンバーのスヨン、SNS でいじめを暴露した皆を心配。こんにちは。アイラブ元メンバーのスヨンです。個人の SNS をしていないのでメンバーたちを通じて立場を伝えます。アイラブ7人が長い時間を共にできなかったけど、その時間はみんな一緒に幸せで楽しかった瞬間でした。しかし今回の状況によって7人が共にしたすべての瞬間が良くないもののように映ってとても悲しく辛い気持ちです。私はアイラブで活動しながらメンバーの中で皆と一番親しいと思っていたし、これを初めて聞いた瞬間、私が知らないことがあったのかと思いました。だけど皆の言葉がだんだんと変わり、度を超えた話に信頼性を失っていきました。また現在の皆の健康状態がひどく心配です。私も今回のことでショックで非常に苦しんでいます。私と同じようにメンバーみんなが大きな衝撃を受けており、辛い毎日を過ごしているので、推測性による悪質な書き込みは自粛してくださるようお願いします。皆、もうこの辺でやめて、私はあなたのことがすごく心配。シンガーソングライターで歌謡レーベル代表の A、召喚系を含めた多数の女性の体を撮影した容疑で警察の捜査を受けていることが明らかに。A は警察の調査が始まった6月頃からポータルサイト上のプロフィールや写真を削除し、事件が報じられる前に自身の履歴や情報を隠したという疑惑も浮上。